はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。チョコレートボムのレオでーす。ちょっと噛んだ。はい、ということで今日はですね、ちょっと新規一点、こっちのねベッド側の背景でお届けしてるんですけど、こっちの方がなんかシンプルでいい感じがしたので、ちょっとこっちで試しに撮ってみてます。はい、ということでですね、まあ、最近はちょっとずつね、自粛の方も緩和されてきて、まあ、まだね、油断ならない状態ではあるんですけど、ちょっとずつね、外にも出られるようになって、みんなもね、息抜きがちょっとずつできてるんじゃないかなと思うんですけど、アニメイトさんでですね、アンスタのコラボ、まあ、ちょっとこの動画が上がる時には、もう終わっちゃってるんですけど、1000円以上買うと、シールのね特典がつくっていうのがちょっともう締め切り迫るって感じだったので、新しいグッズを手に入れたんですけど、今日は久々にこちらの開封動画をしたいと思います。じゃーん、アルカナカードコレクション2でーす。はい、これは第1弾の時にも買ってめちゃくちゃ可愛かったので、第2弾も絶対ね買おうって決めてたので、今回もね6パック買ってきてみたので、僕の 1推しはねコウガくん、そして2推しはアドニスなんですけど、まあね、どちらも地引きができるかどうかということで、今日はチャレンジしていきたいと思います。はい、それでは早速1パックずつ開封していきます。3枚入ってるので1枚ずついきたいと思います。いきます。はぁ、テチ1枚目、テトラくんでーす。かわいい。これなんかね、イラストが星さんのイラストも使われてるんですけど、このアルカナカードになるとめちゃくちゃ豪華に見えるんですよ。なんでもうこのアルカナカードコレクションマジで可愛くて、裏側もね、第1弾の時もそうだったんですけど、こんな感じでタロットカードみたいになっててめちゃくちゃ可愛いので、皆さんもぜひ集めてみてください。ということで1枚目はテトラくんでーす。はい。じゃあどんどんいきまーす。次、2枚目。あ、カオルくん、かわいい。かわいいしかっこいい。てかこれあれだね、このパッケージに載ってるやつですね。はい、ということで2枚目はカオルくんでーす。かっこいい。じゃあ3枚目いきまーす。はい。あ、相馬くん。これ俺持ってないな、ゲームで。このカード。めっちゃかわいい。ね、いいね、着物で決まっております。はい、3枚目は相馬くんでした。はい、それでは2パック目いきたいと思います。はい。ひなたくんでーす。かわいい。めちゃくちゃかわいい。なんか髪から衣装まで全部のカラーが統一されててめちゃくちゃかわいいです、これ。ひなたくんです。はい。次。じゃあもうどんどんいきますね。2枚目。あ、これは？やはり、モリチア！イェーイ、かっこいい。これもかっこいいですね。やっぱね、イラストが全然高レートのイラストじゃなくてもめちゃくちゃ可愛い、本当に。じゃあ最後いきます。はい、あ、リツ、リツだ、リツでーす。可愛い。てかもうこれね、マジでどのイラストが出ても本当に可愛い。はい、続いて3パック目いきたいと思います。1枚目いきます。はい、あ、トーリちゃんでーす。いや、こんなんマジでね、もう女の子より可愛い、トーリちゃん。はい、ということで最高に可愛いトーリちゃんが3パック目の1枚目でした。じゃあ次行きまーす。はい、あ、すごい、流星体めっちゃ揃ってきた。はい、ということで3パック目の2枚目はかなたくんでーす。可愛い、裏ピースしてます。はい、じゃあね、まだ推し来てないのでどんどんいっちゃいますよ。じゃあ3パック目の3枚目、あ、ハスミー、めっちゃかっこいい。え？てか待って、めっちゃかっこいいんだけど。ハスミン、ようこそ。はい、それでは次が4パック目ですね。もうね、さっきので半分まで開けちゃったので、そろそろ推しが来てほしいなと思います。お願い。ともやくんです。かわいい。はい、ということで、4パック目の1枚目はともやくんでした。はい、いやー、もう、まあ、誰が出てもかわいいんだけど、推しが欲しい。はい、あ、レオピー、ようこそ。レオピー揃いました、二人。はい、ということで、こちら。え、かわいい、泣いてる。泣き顔のレオピー出ました。はい。じゃあ次、ラスト1枚いきまーす。あ、もう見えてる。あ、これ、かぶりではもしかして。
ひなた2枚目。でも可愛いから何枚あってもいいね。はい、ひなたくん2枚目です。はい、いやー来ないなー、マジで。いやあのね、やっぱ何も考えない方がいいかなと思って、手前からもうガサって6パック取ってきたんですけど、やっぱ選んだ方が良かったんだろうか。はい、ということで続いて5パック目いきたいと思います。いやー怖い、もう怖いね、この終盤に来たから怖いよ。お願いしまーす。はい、あ、つかさようこそ。え、すごい、ナイツも揃ってきたな、なんか。はい、ということで5パック目の1枚目はつかさくんでーす。いや、かっこいい。つかさくんも泣いてる。いや、これいいカードだよ。いいですね。はい、次行きまーす。はい、あ、よかった、かぶったかと思った。今またゆうたでーす。ということでね、ゆうたとひなた揃えました。かわいい。はい、ということで5パック目の2枚目はひなたじゃない、ゆうた、ゆうたでした。じゃあ次5パック目ラスト。え、あ、ミカちゃん、かわいい。ようこそ、おすまし顔の。え、待って、すごい、おみ足が出てる。はい、ということでおみ足の見えるミカちゃんがラスト1枚でした。はい、ということでついにラスト1パックです。それでは行きたいと思います。はい、あー、もう流星体がマジで揃ってきた。しのぶくんでーす。かわいいんだよ。かわいい。そう、かわいいからいいんです。かわいいからいいんですけど、そろそろ推しが来てほしい。ということで、しのぶくんでした。もうそろそろ推しが来てほしいってずっと言ってんだよね、もうね。じゃあ、いきます。これがね、でも、甲賀とアドニスかもしれないからね。はい、いきます。はい。あー、つむぎー、かっこいいんだけどね。え、てか、この衣装めちゃくちゃかわいくない？ギャラクシーの宇宙柄のあの細かいね、星の柄がてんてんてんってなってて、めっちゃ可愛いつむぎくんが手に入りました。やばい、もうラスト1枚だ。はあ、まあね、出なかったらまたね買い足せばいいんですよ。お願いします。あー、なずなちゃん、ようこそ。はい、ということでラスト1枚はなずなちゃんでした。はい、ということでね、まあ今回は推しがね引けずという結果だったんですけど、まあてか今回はというか毎回引けてないよね、本当に。まあね、物欲センサーがねやはり働いてしまうということで、今回もねこのような結果になってしまいましたが、まあね、払えばいいんですよ、お金を。はい、ということでね、また追加で、はい、買って開封したいと思います。はい、ということで今回のねチャレンジは、まあ推しは出なかったんですけど、でも本当にこのアルカナカードコレクションね、どのキャラもマジで可愛いんですよ。もうここまでね開封して、みんなもね一緒に見てたんでわかると思うんですけど、本当に可愛くて、でカードもねすごい分厚くて超しっかりしてるので、ちょっとやそっとじゃね曲がんないし、まあね、飾っても可愛いし、板場に入れても可愛いと思いますので、ぜひぜひ皆さんもねこのアルカナカードコレクション実際に手に取ってみてください。全然回し物とかじゃないんですけど、でも本当にアンスターのファンとしてこのグッズはマジで可愛いなって思ってるグッズの一つなので、ぜひね皆さんも、まだね買ったことない、手に取ったことないって人は一パック買ったらマジでこの良さがわかると思うので、ぜひぜひ皆さんも買ってみてほしいなと思います。はい、ということでね、まだまだ油断ならない日々が続くかとは思いますが、できる範囲でみんなも楽しいこと、ストレス発散できるものを見つけて、楽しい毎日を送ってほしいなと思います。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チョコレートボム YouTube チャンネルではミュージックビデオ、ライブ映像、まるまるやってみた音、せーの、チャンネル登録。